はいどうも、翔平 TV です。クセ野球プレイヤー元です。はい、お願いします。今日はわざわざありがとうございます。いえいえいえ、お互いピッチャー同士なんで、ちょっとピッチャーの話をちょっとしようかと思いまして、スライダーでもうストライクも取れるし三振も取れます。まあ、試合では結構スライダーね、多くて基本的に本当にスライダーメインで、そうだけど、まあ大体 60-70% はほぼほぼスライダーで、で、ストレートも挟んで、たまにツーシームとか入れたりしてるんですけど、元的には、元はどうなの、試合で。俺も、翔平さんと同じで、まあ、自分の場合はスライダーじゃなくて、フォークで自分の場合はカウントも取れるし、決め球でもできるので。マジ？そうですね。だから、もう翔平さんでいうスライダーが自分の場合フォークになった感覚ですね。まっすぐも結構投げますけど、うん、スライダーもカウント取るのには十分使えるので、割合で言うとまっすぐが 40%、 フォークが多分 30% ぐらい、あで、もう 25% ぐらいが多分スライダーで、あとたまーにカーブ、あーたまーにです、カーブは。やったただスライダーが翔平さんと違って決め球になるんです。カウント球にしか使えないです。あ、一応けどカウント球になるんだ。カウント球にはね、コントローラーつくけどあんまりキレがないんで、まあもちろんツーストライクを追い込んでからスライダーわざと投げるときありますけど、うん、あんまり決める気はないです。やっぱ決めるんだったらもうフォークで、決めに行くときはフォークで、バッターはまっすぐかフォークに張ってこいと思って、まあたまにスライダー投げて引っ掛けてくれればなっていう。あ、ちなみにフォークってストライク入れるときと三振取るときスピードはなんかあんま変わんない？スピード結構変わります。変わる。フォーク、決め球の時の方が全然速くなります。腕の振りで変えるんじゃなくて手首で変えるようにしてます。手首カウント球のフォークはちょっと手首緩めてあげるんですよ。へー。で、決め球のフォークは速いボール投げたいので、ここ手首傾けてあげる。手すんの？で、どっちも腕の振り自体はまっすぐよりも振ります。まっすぐ振るんです。まっすぐより振らないと落ちないですよ。で、いいとこに落とすにはどこに最初めがけて投げてね。そもそもフォークがどうやって落ちるのかって話なんですけど、ボール、ちょっとボール準備します。ボール持ってきて。フォークが何で落ちるのかって言ったら、まっすぐって自分の場合指くっつけてますけど、こう握るじゃないですか、うん、で、2本でしっかり上から叩くからスピンがかかるからボールがまっすぐ行くわけですよ、うん、でもフォークってもう最初から指が開いてるんで上から叩けないから、うん、そもそもスピン力つけないんですよ、うん、ってことはそもそも落ちる球になってる。最初から投げた瞬間に落ちるの決まってるんで、ど真ん中に投げちゃいます。あ、ど真ん中に、ど真ん中です。ど真ん中って言ったけど高さだけちょっと気をつけます。バッターのベルトの高さに絶対投げないようにしてるんですよ。翔平さんも多分そうじゃないですか。ベルトの高さって一番飛ばされるんですよ。まあね、そうね。だからベルトのちょっと下にまっすぐ投げたりイメージで挟んでるから勝手にあと落ちる。で、元のさ、映像があるんだよね、試合映像。フォークでストライクを取るやつと、はい、三振取ったやつ、あとまっすぐとか、はい、スライダーの映像があるんだけど、ちょっと見ようか。はい、来ましたね。これあれですね、カウント球のフォーク。これフォーク、おー、やばい。おー、どっちかっていうとフォークって多分チェンジアップに近いんですよね。あ、握りはさっき言った、挟んで投げるんで、うん、挟んで投げてるんでフォークなんですけど、ちょっと手首緩めてるんでしっかりとボールに力が伝わりきんなくて若干遅めになる。で、さっき言った通りボール上から2本叩いてないんで、開いてるんで回転あんまりかかってないから落ちてくる。あ、そう。で、これがナイターか。これは今のはスライダーですね。スライダーか。スライダーの、カウント球のスライダー。で、これがこれは確か高めに浮いたまっすぐ。まっすぐ、はい、結構暗いからかすげえ速く見える。まっすぐは結構ね走ってたんですよ。だからその高めのまっすぐ相手が手出してくれて、うん、ラッキーな空振りだったんですけど、なんか見たことあるバッターやな。だいぶいいバッターですね。で、次の最後はもう追い込んだんで、うんうん、決め球で、うん、おー、これが速いフォーク、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 マジか。がっつり挟んでしっかり固めてあげて、球のスピードが全然違うと思います。で、これは、あ、これも追い込んだ後の決め球のフォークですね。これ、この日やばかったですね、フォーク。何これ、やば。えぐ
これ多分ね、結構高め、ストライクゾーン高めからバンバンするとこも起こってるんですよ。でもリリースのとこ結構高いじゃない、はい、そっからグイーンって落ちるじゃん。やばくないこれ。このフォークは、この日はやばかったっすよ。うん、そうなんだ。自分でも満足いくフォーク。やっぱ調子あります、よしよし。結構その調子悪い日のフォークは全部あのチェンジアップ気味のフォーク、あんまりしっかりとボールに力が伝わらないフォークに多分なってて、調子悪くても落ちてさえいれば簡単には打たれないです、フォークは。今軟式になってからフォークはこの縫い目何もないところにかけてるんですよ、こうやって。でも公式時代は人差し指かけてましたね、こうやって。マジか。こう、こんな感じ、人差し指はかけるフォークでした。けど今は何もかけてない、こういうフォーク。本当だ、縫い目かけてないな、もう。そうですよ。マジか、そういう感じか。そういう違いありますね。で、落ち幅は決め球のフォークは昔と変わんないですよ、大学時代と変わんないですよ、公式の話とか。スライダー全然違くない？スライダー全然違う。スライダーはマジで違います。スライダーは公式の方があまりこう変化グワンとは曲がんなかった。今ダンス機のスライダーは結構こう曲がり幅がウィーンってこう、はい、高速道路のすごいこう ブーメランスネークみたいな、そうウィーンって曲がっていく感じがするんで、はい、そんな切れも多少はあるんだろうけど、はい、公式に比べちゃうと切れはそんなに感じないかな。今さ、結構さ、いろんなバットがあるじゃない、いろんな MQ 対応のさ、はい、もうピッチャー殺しのバットがさ出れるわけじゃない。リーガーキングもすごいですね、あのバット。そう、本当にすごいし、こっちもさ、不利だけど、逆に燃えるよね。そうですね、ピッチャーがね、ピッチャーなんかもっとなんか欲しいですよね。そう、なんか欲しい、欲しいですよね、なんか欲しい、本当に、ね。まあでもね、まあ軟式で今楽しくやれてるし、むしろ軟式楽しいっていうよりやっぱ仲間が、うん、で今すごいいっぱい仲間がいるんで、それ楽しいですね、いろんな人と交流できるんで。軟式楽しい、さっきのってかすごい周りに恵まれてるんで、すごい楽しいですね。その変化球で当てちゃうことってあるじゃない。ああ、ありますね。公式で当てちゃう、軟式で当てちゃう、その時の気持ち的な投げてる側のダメージっていうのは多少あります。申し訳なさはあります、ね、あるよね。でもそれやっぱ軟式だったら感じなくないですか。軟式はね、俺あんまりねあんまごめんっていう感じ、まああるけど、今これピーンって音入るやつ軟式ごめんなさいって感じあるけど、でも公式やってた自分がいるんで、昔のね、それ考えるとまだ公式、軟式でよかった、軟式でよかったーって感じになります。ありますね。結構ね、まっすぐで当てるより結構スライダーで抜けてこう当てちゃう場合が多いんで、なんか抜けた変化球ってあんまり申し訳なさ、まああるっちゃあるけど、まああるけど、まっすぐほどじゃないですよ、ね、ちょっと安心する。そうそう、でもまっすぐで当てちゃうとあーってなる。じゃあまっすぐで当てると本当申し訳ないってなります、ね、なります。本当にピッチャー返しだってことありますね。ピッチャー返しは当たったことないね、デッドホールで。いや、大学野球やってる時一回当たったんですよ。マジで。もう本当に折れたと思って、足が常に当たったんですけど、折れた折れたってなんかベンチに下がって、その後病院行ったんですけど、あのひびも何も入ってなかった。何も入ってなかった。投げるの楽しいですもんね、単純に。楽しい楽しい。野球人として、うん、ピッチャー楽しいっす。そうやってて楽しい。抑えるのもそうですけど、まあ自己満になるけど、はい、実際投げて、ね、こんぐらい曲がったっていうその、ね、相手の反応とか見るのが楽しいし、それでね、ずっと続けてるのかもしれないです、本当、自己満ですけど、はい、はい、草野球ですからね、そうですね、好きなことやって、それで満足できるのが一番ですよ、ね、そうっす、いい人生を送ろうって話ですよ、そうですね。はい、というわけで、これで、動画は終わります、草野球プレイヤー、もとくんのチャンネルは下の概要欄に貼りますんで、チャンネル登録よろしくお願いします、ぜひチャンネル登録してください、お願いします。鬼スライダーとお化けフォーク、ちょっと投げてみたいなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。お願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。やったー！